肝心俳優だというのも知らないのか。やつらは体の中に妖魔の血と肉を取り込んでいる。ある組織が妖魔に対抗するために作り出した。覚悟しろ、貴様ら。いつかはこうなるような気がしたよ。来てに例外はない。残念だよ、微笑のテレサ。テレサ、全てを忘れて人のまま生きていけばいいの？なぜそこまで。私にとってテレサは全てだった。一度失ったはずの性も言葉も生きる喜びさえも、私はテレサから全てを与えられた。だからこそ私は前に進むしかなかったんだ。